マウント・オーバーン墓地にあるジョン・シモンズの墓標。ジョン・シモンズは、アメリカ合衆国における衣服製造業の先駆者で、あり、リベラルアーツ系の女子大学として知られる、マサチューセッツ州ボストンのシモンズ大学の創設者で、ある。ロードアイランド州リトル・コンプトンに生まれ、家族の所有する農場で育った。10代の時、下手屋となっていた兄を頼って、ボストンへ赴き、同業となった。 仕立て屋として働きながら、ジョン・シモンズは顧客の多くが同じようなサイズの衣服を必要としていることに気づき、ありがちなサイズの衣服をあらかじめ作り置きしておくことを着想した。こうして彼は標準的な大きさの規制服を生み出すという革新者となった。南北戦争が終わる頃には、彼は国中で最大の衣服製造業者になっていた。衣服製造業から得た利益を元手に、 彼は不動産投資家へと転身し、ついにはボストンのフィナンシャルディストリクトの大部分を所有するに至った。1870年にシモンズが死去したとき、その遺言によって、シモンズ女子大学と称される機構創設、運営し、医学、音楽、絵画、デザイン、通信技術、その他の学芸、科学、産業技術などを、 そこに学ぶ者が独立した生計を営めるよう最善の形に構成することを目標とするために遺産が使われることとなった。大学の設立は1872年のボストン大化によって遺産の大部分が消失したことにより遅れることとなった。被害からの復興には種を要しようやく1899年になって大学設立が実現した。その後、 この大学は、シモンズ大学と称されるようになった。ありがとうございます。